言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパーズです。はい、いやいいっすね。ハッシュハッシュ、皆さんも聞いてらっしゃいますでしょうか。いや本当になんかね、 BE:FIRST と 80s がこんなになんていうか声質が合うっていうか、アティトゥードが合うっていうか、音楽のことをちゃんと詳しくわかるわけじゃないんですけど、本当になんかバイブスとかもろもろが近いグループなんだなっていうところを思いましたね。シンクロ率、まあそれはエヴァンゲリオンだけど、シンクロ率がすごく高いなと思いました。ハッシュハッシュね。で、何しろ BE:FIRST 7人で 80s 8人で合計15人もいるんですけど、なんかそれなのにちゃんとこう歌とかラップのバランスがすごく良くて、全然こうたくさんいすぎてちょっとトゥーマッチ感というか、たくさんいすぎる感っていうのが全然ないんですよね。そこのところも不思議だし、お互いがお互いのことをリスペクトしてるからっていうところもあるのかもしれないですし、なんかね、その俺の方が目立ってやるぜかみたいなやつってのがなく、融和してる感じっていうかね、そこも含めてすごいなと思いました。私はヒップホップをずっとね、昔から聞いているんですよ。まあね、でフィーチャリングみたいな感じあるじゃないですか。で結構そのヒップホップアーティストは特にね、こう俺が一番だぜおい、私が一番だぜおいみたいな感じの部分多いから、フィーチャリングしてもこう相手を食ってやろうみたいな感じの部分っていうのが出ててね、まあヒップホップはそれがいいんですけどね、その感じが。だからそこの部分ではなく、面白いコラボだなとも改めて思いました。はい、ということでね、もろもろ出てますが、今がね14時58分になっておりますが、7月1日ね、まあ夜には MV も出ますし、現状ですとあれですからね、ハッシュハッシュのオフィシャルオーディオが出ているのと、あとはYouTube ミュージックの音源も出てますね。まあストリーミングのやつない方は、この音声だけのやつとかを見るといいなっていうふうにも思いますが、でまあ実際今のところがですね、オーディオの方ですね、14時間前ですが、人気急上昇中の音楽シャープ7になっておりますね。382,556回視聴回数で、あと BE:FIRST の方で出てますもんね。BE:FIRST オフィシャルの方で、ハッシュハッシュが出ていて、なんかね、もしかしたらなんですけど、80s 側の方でももう一曲ぐらいあるんじゃないかななんてちょっと思ったりするんですけど、まあわかりませんが。太陽が今沈んだ闇の中息づくんだみたいな感じの歌詞が出ておりますけど、まあそこを含めてなんかね、この皆既日食っていうところもそうだけど、宇宙モチーフというかね、もろもろありますよね。でもやっぱ BMSG イースト、 BMSG ウエストのあの感じも思い浮かべるし、あの時期からもしかしたらそのこういうニュアンスの話って出ていたんですかね。まああれですもんね、 BMSG フェスもそうだけど、ダンクですもんね。ダンク1回目でも 80s を誘ってはいたって話が確かありましたよね。でもまあ実際まだちょっと説明の仕方がうまくいかなかったというか、でも2回目にはこう来てくれたっていうところで、だいぶその前から 80s についてはスカイハイがね思っていたんですもんね、そういう風にね。はい、それからあれですね、チャンネル登録者数が78万人だったのが今 78.1 万人に増えてまして、これもエイティニーさんが登録してくれた部分とかもあるんじゃないかなって気がしますね。はい、ということでね、まあやっぱりもろもろいろいろなね効果ってのも出てくると思いますよ。でサムネにもしたと思うんですけどですね、80s のファンベースと書いてあるんで、 80s の方ので日本のそのファンダムでおそらくかなり強い人だと思うんですが、そうですね、フォロワー数が 1.7 万人もいるので非常に強いファンベースだと思いますが、そちらの方の方の情報でですね、
ワールドワイド iTunes ソングチャート世界ランクですね。世界ランキングチャートでハッシュハッシュが45位に入りましたという形で画像付きでポストをしてくれております。はい、すごいです。いや、いいですね。世界ランキング入りました。まあスポット的なものだったりとかデイリーだったりする可能性というのは当然あるんですけど、それだけ注目している人たちがいるという調査でもあるし、さらにはこうね、みんなで盛り上げていこうっていうそういう意識もベスティ80に中心にというか、まあ中心にと言いますがベスティ80にかな、そこで盛り上げていこうっていうそういうのがあるわけですもんね。はい、非常に素晴らしいと思います。はい、まあそれからもろもろね、多分オリコンだったりとかいろんなランキングなものって出てくると思うんですけどね。まあいい感じで出てますよ。ちょうどねモーラとかでもハッシュハッシュの通常版のダウンロードが1位で、で2位がハイレゾ版だったりするのもありつつだしね。まあすごくねちゃんと注目はされていて嬉しいなというところではございますね。ありましたね。もう皆さん結構ご案内済みかもしれませんが、今15時2分の段階です。7月1日、ですね、都道府県別の1位のランキング、モーラーでおなじみのね、北海道から沖縄まで47都道府県すべてBE:FIRST 80s、ハシュハシュになりました。そう、47都道府県すべて貫通いたしました。実はね、ちょっと前の情報で沖縄だけがなかなかちょっと行かなかったっていう部分があったようなんですが、この度といいますか来ましたので良かったですね。はい、ということもありつつ、でさっき iTunes、 ワールドワイドの iTunes の方で、まあ、45位に入ったというところもあったので、それも素晴らしいなと思いつつで、日本の iTunes では、BE:FIRST 80s ハッシュハッシュがナンバーワンです。1位になっておりますね。で、INI と My First Story と HYDE の無限が続き、YOASOBI の Undead、 そうだわ、 YOASOBI さんいるんでしたね。そうでした。はい、うん、7月1日ね、 YOASOBI も出るし、で、INI ラウドも強いですね。まあ現状このあれですからね、これは iTunes のまあスポットでの順位だから、 YOASOBI Undead が上に上がってくるかもしれないし、結構ね、わかんないですね。ブリンバンバンボーも強いな、相変わらず。はい、マイファーストストーリーとハイド、これもね、鬼滅の刃ですし、いや強いな、相変わらず。周りも強いですね。まあ強い弱いとかじゃないですけどね、うん、盛り上がっていて嬉しいっていう部分はありつつで、うん、YOASOBI もそうだけど、あれなんですよね、マイファーストストーリーとハイドさん、まあマイファーストストーリーは有名なワンオクロックのタカさんの実の弟のヒロさんが中心でやってるバンドでございましてですね、日本はね、本当にロックもちゃんとチャートの上位にすごく入れるっていうのはありがたいことだし、ハイドさんみたいなね、すごいベテランもね、ベテランさんでもやっぱりそれもあるしね、この間エンハイプのジェイ君とグレイのね、コラボなんかもあったりして、マジがここでコラボするんだなんて思ったりしましたけどね。いや、なんかいいことですよね、ロック。まあメタルですけど、ベビーメタルも追ってますが、日本がロックが強いのはすごくありがたいことだと思っていますよね。だからダンス&ボーカルもそれに続いていければっていうところもね、ございますよね。あとね、あれなんですよね、コメント欄、今オーディオの方だけど、コメント欄がすごい平和だっていうところですね。80s のファンの82さんも、 BE:FIRST ファンのベスティもね、本当に平和で、そんなことも書いていますよ。ここも、あと英語のコメントとかもあるし、英語と日本語と韓国語の3カ国語でね、やっているのもありつつだから、とにかくそこも含めてね、 80s はアメリカでも人気ありますから、アメリカ中心にそういうところでも注目してくださっている人も多いんだと思いますからね。はい、でなんかね、 BE:FIRST もその K-POP 的な感じの歌い方もしているってな思ったりもしたんですけど、それもなんだか新鮮ではあったなっていうところもありつつですし、 80s の方もちょっとその BE:FIRST スタイルに寄せてくれている感じも少しするというか、 80s の楽曲も、まあ、動画にはそんなにしませんが聞いてはいるので、それで
お互いに歩み寄ってリスペクトし合った上で自分の個性色っていうのも全く損なわずに出せているっていうところはね、これはすごくいいことだなと思いますし、コメント欄が平和だっていうところの部分もね、まあ、非常に感慨深いなと思います。ダンクでエイティーズさんを見て度肝抜かれましたみたいなベスティーもいますけどね。そう、まあいろんなタイプの人いるし、もちろん 100% の人を満足させるっていうことはできないですし、まあ私のコメント欄にも多少ね、本当に多少ですけど、ちょいちょいね、K-POP と絡むといろいろとなんかある場合もあるんでね、でもそこは私たちが決めることでもないですしね。うん。で、まあそこを含めて、ほとんどの人たちはすごくこれをね、音楽として、非常に素晴らしいものだということをちゃんとね理解してくれているということだしね、うん、っていう形ですね。まあ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 、で今回ね作曲にマナト君が参加しているということですよね。これは素晴らしいじゃないですか。マナト君の供給がちょっと少ないですよね的な話がネットでツイッターで少しね話題になって、話題にはなってないかな、ちょっとね一部の人がそれ言ってたのがあって、でもまあなんかやってるんじゃないってこっちは思ってましたし、まあ大概の人はみんなそう思ってたと思うんですけどね。まあ多分言いたいだけの人だったと思うので、そんなに目くじら立てることでもないんですけどね。うん、まあ供給全然少なくはないとは思ったけど、供給が随分少ないところの人たちを追っていたりもしたもんだからさ、まあうん、そう、マナト君が作曲に参加していて、そりゃまあね、それやってりゃなかなか出てこないでしょうという形ですよ。ただね、その時にちょっとマナト君に関して何やってたかっていうのはもちろん言ってなかったけど、マナトがそのやってることとか、アキテクの人以外も知ってれば何にも言えなくなるのに悔しいみたいな、そんな感じです、でした。まあさすがにエイティーズのコラボの話っていうわけじゃなかったのかもだけど、作曲をしてるみたいなそういう話はもしかしたらアキテクの中であったのかもしれないななんて思ったりしますけどね。まあとにかくその時にね、いろいろとマナト君の供給がないって嘆いていた人たちも、これならもう安心なさったでしょうということかな。はい、まあまあとにかくフレキシブルに平和的に参りましょうということなんでね。ね、まあ、とにかくね、ベスティとしてはまあやり方もいろいろありますけど、とにかくこの楽曲盛り上げていきたいなっていうところですよね。普通に何しろいい曲ですし、こうなんかこうすごい決意というものも垣間見えるし、まあ、これを伸ばしていくことによって、まあ強い味方がね、エイティーズおよびエイテニーさんが強い味方としてっていうところにもなるからね。で、エイティーズさんにとっても。BE:FIRSTとコラボをしてよかったっていう風にね、ベスティもね頑張ってそれでコラボしてよかったって思ってもらえるような風にしたいなと思いますしね。まあ現状まだね今15時11分になりましたけど、 80s の皆さんとすごく馬が合うって話をミリオンビリオンのラジオの中でソータ君たちがしていたんですよね。でソータ君、マナト君がしていたんですけれどもね、そうだからまあすごくまあ 80s の人たちもね、動画で 80s のメンバーの性格とか名前とかを載せてくれている人のコンテンツがあるんですよ。でそれとかも見て結構ね8人の関係性面白いなって思ったし、基本そのなんかね BE:FIRSTの7人もそうだけど、 80s の8人も結構もろもろ面白い感じになりやすいというか、結構突っ込まれがちな感じになりやすいみたいなところだったりするみたいな話も聞きました。まあ2年前の動画で私見たんですけど、まあ基本的には変わんないでしょうし、 BE:FIRSTの7人も関係性としては基本的に変わりませんしね。でなんかね、最年長組2人のねコンビ名が夫婦っていうらしいですよ夫婦はやばいだろって韓国語ですけどね、そんな感じだったりしましたけどね。うん、まあなんか本当にファンにも可愛がられているようでございまして、あと、マンネが、末子がだいぶしっかりしているそうでございましてね。はい。一番落ち着いているのが末子なんだそうですよ。ね、エイティエイトさんも。うん。なんか、ね、竜兵くんも落ち着いてるなって思ってね。まあ、当然、そのね、結構甘えているシーンとかもあったりするけど、
一番落ち着いているシーンとかもありますからね。ね、まあもしかしたらね、その辺含めていろいろと共通点もあったりするのかなって気がするし、うん、まあもともとちょっと面白そうな人たちだなっていうのはダンクのところでね、分かってましたね。油そばにすごい執着心を持っていてみたいな。これだが例えば BE:FIRST が他の国に行った時にその国の食べ物とかに執着してくれると嬉しいしね。でもあれか、つまり食べ物の話をいっぱいしていたのはそこも BE:FIRST との共通点ですよね。基本的に食べ物の話多いですもんね、 BE:FIRST もね。だから80s もそうだってことか。いいですね、なんだかすごく共通点を感じます。はい、まあもろもろ 80s の話とかもね、多分詳しい人とかもいると思うし、結構 80s についても私はまだこれからだけど、他の YouTuber さんとかベスティ YouTuber の方も結構今掘り進めていってくださってる段階っぽいから、それ含めてね、皆さんでもぜひいろいろと情報とか仕入れながら 80s の皆さんのことも理解していけると、またより今後のね、そういうコラボとか絡みとかでもすごく良いことになるんじゃないかなって気がしますね。うん、っていうことでございます。はい、というわけでまあトピックとしては、世界ランキング45位に iTunes のやつで入っていたっていうところ、エイティニーさんの方の情報で見ることができましたし、あとはマナト君が作曲で参加っていうところで、でもすごいですね、この感じの作曲に、もちろん一人ではないんだけど参加するっていうか、マナト君の作曲能力ってやっぱりすごいんだね。BMSG ウエストの楽曲もそうだったし、でもあれか、BMSG ウエストね、太陽が沈みみたいなところってあるけどね、あれはまあそういうモチーフだったからだけど、ちょっとその辺の感じをマナト君が担っているのかなとか、実はマナト君夜の帝王説だったりするのかなとかね夜の帝王じゃなんかちょっと別の意味合いになりそうじゃ なりそうじゃがね、うん、はい、まあそんなことですね。はい、であとはまあやっぱりコメント欄がすごい平和だなっていうところで、まあいろいろなところのグループだったりアーティストなりのコメントとかのところを見たりするんですが、コラボをするってことになったりとか新しいことをやるってことになると結構ね、いろんなタイプのコメント出るし、私もその BE:FIRST 以外のところを見たりするときにやっぱりなんかいろんなタイプの人いるんですよ。まあ、当然そのコメントを探してみたら変なコメントもあるんだと思うんですけど、明らかに少ないなって思ってね、そこもすごいなと思いました。なんかね、ベスティもそうだし、エイティニーさんもそうだけど、民度の高さっていうところを含めてかなと、うん、思います。でも多分、ベスティは BE:FIRST のことを、こう、まあ理解、まあ理解できているかどうかっていうか、まあ理解しようとそういうふうに努力はしているし、だから、エイティニーさんも 80s のことをこう理解しようと努めているんだと思うので、ってことですよね。まあ、言うて多分反対意見とかもあるんだと思いますし、向こう側といいますか、エイティニーさんにも、ベスティの方でもやっぱりね、そういうタイプいるかもしれませんよ。うん、いるかもしれませんけど、まあ、曲はかっこいいしね。で、いろんなことを試していかないと、何が正解かなんて、誰にもわかりませんのでね、もう昔のやり方とは違うことをやってるし、前例がないことをね、やっていますから、それいろんなことやりますよ。うん、まあその中でこの感じのやつはちょっとなっていうのは誰しもあると思うし、私だってその BE:FIRST の楽曲で好きな楽曲あるし、うおーってなるやつもあるし、まあこれ応援はするけどそこまではねっていうのも正直ありますよ。ね、でもまあそれはそれぞれそういう自由だしね。まあでももちろんね、強制とかするもんじゃないですから、推し活っていうものをね、そこはもう改めてまたね考え直してというか、まあまたちょっとね心に刻んで応援はするし、そこの部分をやるけど、まあ皆さんにというかね、強制はしないっていうか、そういう感じだし、まあ今回なんかどっちかっていうと、エイティニーさん、エイティーズと、こうなんか仲良くなっていければっていう形で、今後の協力体制とかが何かしらの時にね、できる体制が整えられたら、それが一番でかい収穫なんじゃないかなって気がしておりますから、まあそんな感じですね。はい。まあツイッターとかで強めの言葉とかたまに見ちゃってそれでうってなるタイプの人もいるかもしれませんけど、私のところはそういう感じのはしないようにはしていくつもりなんで、まあ私の方でも情報は出せるようにしておきますから、まあよかったら今後も参考にしていただければと思います。
はい、もろもろ実はね MV が出てからにしようと思ってるけど、まあ考察絡みもいろいろとあるのでね、はい、まあ楽しみにやっていきましょう。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろねコンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。